はい、こんにちは、ジキジキです。今日のご連絡を紹介するアイテムはこちら、ルナマリスですね。なんだかね、渋い感じのですね、 SF 提出のですね、アートワークになっておりますけれども、プレイヤーたちはですね、宇宙飛行士なわけなんですね。そして月面に行ってですね、そちらのところ様々なですね、鉱石なんかを発掘したりですね、各種モジュールなんかを拡張していきましょうという立場になっておるんですが、まあこれがですね、酸素がない、ご飯がないと、こういう環境下でいかにうまく成長していくかというところでございました。というわけで今日はこちらですね、ルナマリスをご紹介したいというふうに思います。 The Game Gallery。 はい、こちらですね、ルナマリス全体出してみました。ちょっとね、でかいボードなんで一部ね、省いてたりすることがありますけども、まあ、全体のね、概要を見ていただきたくてこちらの方を出してみました。で、こっちが共通ボードになっていて、これはね、個人ボードなんですね。これね、みんな一人一枚持ってるという構造になっていますが、基本的にはこれワーカーなんです。自分のね、各自一つ持っているので、このワーカーを移動させていって、その部屋のアクションをしましょうと、そういうゲームなんですね。で、部屋の種類が10種類あるので、この10種のアクションというのを実行していくことによって、だん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 この月面基地が改良されていきますよと、そういう仕掛けになってるんですね。で、このゲーム、まあ、そもそもアクションするところからして面白いので、そこをまずご紹介しましょう。こちら実はデッキ構築要素があって、最初から初期デッキをですね、各プレイヤー持っています。で、このデッキの方から好きなものを1枚手放ったらプレイするんですね。プレイすると、ここなんかアイコンが2つ書いていますよね。このアイコンの書いてるうちのどっちかのお部屋に自分のキャラクターを行かせるんですね。これ。なので、必ず最低2種類アイコンが書かれているので、そこの書かれているアイコンのどこかへ向かって移動すると。これがまず一つ重要なんですね。で、なんかいっぱい書いてますよね。オツ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 って書いているのが、これ、こっからここの部屋に一部屋移動したら、酸素1単位失うんですね。だからすごい遠い部屋まで行くと、2単位失いましたとか、3単位失いましたとか、まあすごいことが起きるわけなんですね。で、この酸素は各プレイヤーキャラクターのこの個人ボードのここですよね。ここで使った量がラウンドごとに定義されていくので、ここがストレスマックス、こんなにもう働けないよっていうマックスまで来ると、もう動けないと、こういうことなんですね。アクションポイントアロワンスと近いんですけども、このアクション範囲の中、つまりこの酸素を持ってる中だけで、自分はプレイできると。これまた一つミソなわけなんですね。で、その肝心なところに行くと、ほとんどの場所には何やら電気がビビビビビって書いてるアイコンがありますけども、これね、電気流してやらねえかんですね。ここ自分電気持ってるんですね。で、じゃあこちらのアクションしたいわっていうと、まず電気を所定の分、ここに書いてる分、払って自分がそこに入ると、ここね、採掘できるアクションなんで、採掘一箇所しておきますよっていうことができると。ちなみにね、下の方にもあるんですけどね、これね、鉄を払うと、チタニウム2個と、なんか廃棄物ができますっていうのを書いてあるので、これがね、ここ鉄なんですけども、なんかテラフォーミングアースみたいですけども、この鉄を支払って、チタニウムを2個もらって、これね、カメラで見たら同じように見えるかもしれませんけど、実際に違うもんです。チタニウム2個もらって、ここに廃棄物もらうって書いてるので、実はこれがここに廃棄物に行っちゃうんですね。これね、最後まで余ってるとね、二酸化炭素を食らっちゃうし、ストレスも溜まっちゃうし、あんまいいことないんですけども、こういうようなアクションができると。こんな感じになってるんですね。だからどこも、そこのところに自分のところが入って、電気を使うと、そこのアクションができると。こういう仕掛けになっています。で、これを繰り返していき、先ほどあったこのね、酸素がなくなるというところまで来てしまうと、まあ基本的にそのラウンドから抜けるというのがオーソドックスなパターンなんですね。このゲームがですね、まあこれを繰り返していくんですけども、じゃあ何をやるのということと、もう一つ、このカードはどうなんのっていうところをちょっとご紹介したいと思いますけど、まず一つカードです。使ったら当然こう使っていきます。減っていきます。手札から減るんですけども、これ返ってきません。返ってこないですね。で、帰ってくるのはどうしたらいいかっていうと、あちらですね、なんかありますよね、これ、ほら。ラディッシュとか、エンドウ豆とか。これ、ここのところに行くと、これもらえるんですね。ここもらえます。好きなもんもらえます。で、また補充されるわけなんですけども、自分の手番のプレイとして、このワーカーを移動させて、酸素を使って、電気を払ってなんていう代わりに、このご飯を食べるっていうアクションがあるんですね。ご飯を食べるっていうと、持ってるご飯を捨てて、このご飯の数字に対応した分だけ、これが手札に返ってくるんですね。なんでご飯食べないとね、これ減る一方なんですよ。もちろん非常手段で戻すってことはできますけども、ペナルティがあるので、このカードをとりあえず戻そうと思ったら、ご飯がいります。これ一つミソなんですね。
特にこれ1枚で2つアイコンが書いてるので、ここ10種類ありますよね。最初のカードって6枚しかないんですよ。だから使うと、もう圧倒的に行きたいとこすぐ行けなくなると。こういう仕掛けになってるっていう、カードを使うと自動では返ってこない。なんとかしてご飯を食べないとダメですよというこの仕掛けっていうのが、一つちょっと面白く出来上がってるんですね。で、もちろんこちらのところは、ここがちょうど該当するところなんですけども、ここのところで新しいカード、レベル2って言われるカードを買うことができて、こっちには3つもアイコンを書いてるんですね。非常に便利ですね。こういうカードをデッキに入れることができて、様々なマルチに使うことができる。ちょっと別の用途もありますけども、これも使うことができるっていう、このカード運用が非常に面白く出来上がってるっていうところがこのゲーム特徴なんですね。で、まあいっぱいなんかここにね、たくさん書いちゃありますけども、このゲームで、ね、得点が入る要素っていうのを一つご紹介していきましょう。まず一つここですね。さっき私採掘のところでこう置きましたけども、ここ採掘どんどん置いておけば、ここからですね、収入でチタニウムとか鉄が入ってきます。で、それはそれでいいんですけども、採掘権持ってると毎ラウンド VP も入ります。だからここ非常に大事なんですね。収入も入るし、勝利点も入る。しかも、ね、先物勝ちですからね。繋がってないとこれ勝利点入ってこないので、みんなのこのちぎり合いとか熱いわけですけども、ここのところの得点があると。これがまず一つ。で、もう一つのところは実はここなんですけどね、ちょっと置けてないんですけども、ゲーム開始時にこうしたタイルが一定数置かれていい、これをこっちに置くっていうアクションがあります。これは基本的に従来あるアクションを改良するんですね。そのお部屋を改良するというアクションになって、置いた瞬間にも勝利点がバーンと入りますし、毎ラウンド自分がね、何個改良したかっていうここの方で記しているので、その個数分勝利点が入ると。これが二つ目ですね。で、三つ目がここなんですけども、ここってですね、これ月面なので、二酸化炭素を出すと困るんですね。二酸化炭素排出量を減らしますっていうアクションが、まあ、この辺りにあるわけなんですけども、これでやっていくと二酸化炭素がどんどん減っていきます。これ、後で VP も入りますし、ラウンドの時に最も二酸化炭素が排出していない人は点、二酸化炭素をいっぱい排出している人は減点っていう、こういうね、レースっぽいところもあるんですね。これが三つ目。で、四つ目がここですね。これいわゆる目標達成型ですね。ここほらご覧ください。はい。鉄と水を支払えば勝利点が入って、うんぬんとこう書いてますよね。大体これってこのゲージを上げるみたいなことがまあよく書いてあるわけなんですけども、ここにあるやつはすべて鉄、水、ヘリウムっていうですね。まあ全然ね、今ヘリウムの話全くしませんけども、ヘリウムなんていうものを持ってきて支払うことによって勝利点が手に入り、プラスのこうしたこれが改善されたりとか、ここが返されたりっていう様々なものができるっていう、この4つですね、目標達成、この二酸化炭素の排出量、そして部屋の改善、そしてこちらのところの採掘権っていう4要素のところをいかにうまくやりますかっていうゲームになってるんですね。っていうことはもうお気づきだと思いますけど、ここね、10要素あるうち、私今4つが点だと言ったので、残りの6要素のところは、単純に先ほど言った、こっちの人を買う、ね、こちらのところのご飯を買う、そして電気がいると言ったので、電気を買う、とか、ここのところがこれ交換レートなんですね。水と鉄を持ってくればヘリウムが出るよ、とか、この廃棄物を捨てて鉄を作ることができるよっていうような資源を得る系のところが残りのところにまんべんなく入っていると。こういう仕掛けになっておりました。いや、なかなかね、これ面白いんじゃないかなとですね。得点経路がいくつかで、まあ、もちろんここすごく大きいわけなんですけども、得点経路がいろいろあるので、どこに行くかっていうところを悩むということと、もう一つ実は大事なことをお伝えしていなくて、私ここにさっき電気払ってここ入りましたよね。そしてアクションしましたよね。電気の面今見えてないですよね、私が入っているので。この状態であれば次のプレイヤーは入ってきてこのアクション無料でできるんですね。電気払わなくていいんですよ。これものすごい大事なんですね。実はこのゲーム電気つけるところって非常に少なくて、そもそもこんなところに行ったら酸素足らんちゅうにっていうことがよくあるわけですね。なのでこの誰かがいるところに相乗りしていくと電気を払わずにアクションできる。もちろんこの部屋に入るためのカードいりますよ。いるんですけども、誰かがやってりゃ電気がいらんって非常に大事ですね。ちなみにもともといる人は VP がもらえます。純粋に点がもらえるので、それはそれでいいということはあるわけですが、この相乗りシステムっていうのは非常によくできてるっていうことと、これさっき私ご飯食べると言いましたね。ご飯食べるとこっから出ちゃうんだな、これがなっていうね。
いやもう俺終わったもん、関係ないもんって、ご飯食べて出とくわなんて言うと、行こうと思ったのに出やがったと、こういうことがあるっていう、ワーカープレイスメントなんですけど、ここは早いもの要素はないんですね。逆に行ってるところに後から入れば電気使わなくていいんですね。勝利点ぐらいあげるよ、だって俺も電気ないもんみたいなところもできるというところの、この相乗り要素っていうところ、そしてここのところ早いもの勝ちなんですね。ここね、場所のいいとこ取り合いたいっていうところもあるっていう、この辺りはね、早いもの勝ちはないんですけども、この辺が面白く出来上がっているということと、最近早いになっています。ここですね、これ手番順を表してるんですけども、各ラウンドのところで早く落ちた人から次のね、ラウンドのこう移動するっていうことになって、早く落ちるほどボーナスが入る、電気とかがもらえるっていう仕掛けがあったりします。まあ最初ね、やっぱりね、わからんと思います、このゲーム。まあやっぱりね、ここね、10種類あるので、先ほど言ったここの要素だけでもね、これだ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 、ここのね、新しいモジュールだ、ご飯だ、そしてこの人だとかね、そして電気だとか、でもやっぱり10種類すぐ出てくるわけですね。ここのところの、どれが優先されて、どれがね、その優先でないっていうのを考えつつ、そして、まあ、酸素あっという間なくなるんですね。ラウンドが終わると元に戻るんですけども、ある方法でストレスを改善してやると、酸素もっといけるようになりますが、非常にここ少ない。遠くに一気に移動してしまったらあってもなくなる。そして電気も非常に少ない。第3ラウンドと第5ラウンドでは自動的に補充があったりしますけども、電気なんかないもんでとか、こうなってくるっていう、この2つのアクションの制約。ただし、電気だけは他人と相乗りしてもいいよっていうところがうまくできてるなということ。そして、ここ。これね、チタニウムは次のラウンドになると、こっちに来て劣化して鉄になっちゃうんですね。そして次のラウンドももし使い切れなくなったら廃棄されちゃうんですね。このなんていうか、このね、せっかく掘ったのにっていう、いや今回は使えなかったんだよっていうのを絶対に許さないっていう、この厳しい掟っていうところがなかなか憎くできてるんじゃないかなと思いました。このね、デッキ構築のところはね、非常にシンプルで、アイコンしかなくて特殊能力はゼロです。必ずここにある10種類のうち基本のは2アイコン、追加のは3アイコン書いてるだけっていう風になっているので、非常に分かりやすくなってます。言語依存も全くないんですけども、ここのパズルチックなところ、邪魔するのは何にもないんですね。先物勝ちの要素っていうのはありますけども、邪魔するものは何もないので、どこに行って酸素を上げて、どこに行って電気をもらって、こっちに行って採掘して、あっちに行ってなんていうの、このパズル的に組み立てていきながらやるというのが面白いと思います。でもお分かりかと思いますけども、これ4人、まあ、少なくとも3人がおすすめだと個人的に思います。やっぱこの相乗りして電気がいらないっていうのは非常に面白いわけなんですよね。2人でも私試してみたんですけども、ややスカスカ感がちょっとあったので、人数はやっぱり多い方が、まあ、ダウンタイム出るのは若干しょうがないんですけども、この相乗りできることによって、うまく手番がバババってできるっていうですね、ちょっと行って、ちょっと行って、ちょっと行ってっていうところのですね、お互いのやりくり感っていうところが面白く出来上がってると思いましたのでね、これぜひね、最初にやるときはなるべく3ないし4、できれば4でですね、やってみていただいて、このお互いにこの月面基地をなんとかね、うまくやりくりしながら実はね、競争してるっていうところを体験してもらうのが、よろしいんじゃないかなというふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけでね、今回こちらですね、ルナマリスをご紹介いたしました。まあすごいボードでしたよね。アクションスペースがね、まず10種類もありましてね、さらにね、よくご覧いただいた方でわかると思いますけど、一つの部屋に複数書いてるんですね。だからあれ、30個ぐらいアクションあるんですよね。改良したりなんかすると。最低でも20種類以上あるっていうことになっているので、その中からどれをするかっていう非常にパズルチックなところがあるんですね。でしかも、こうしよう、ああしようと思っていても、あ、先採掘権取られたとか、あ、あの科学者なくなったとか、あのご飯なくなったとか、バッテリーがないじゃんとか、いろいろあるわけですね。誰にはあまり邪魔されないっていうことで、のびのびできるっていうゲームでありながら、早取りの要素がいくつかあるっていうね、誰か部屋建てちゃったなんてことがあるので、その早取りの要素っていうのをよくよく見ながら、そして、協力ゲームではないが、ありがとう、バッテリーなかったんや、みたいなことをやれるっていうところが独特だと思うんですね。で、そこをあまりに自由にさせすぎないために、カード返ってこないんですね。ご飯払わないと返ってこないと、あの仕掛けね、すごいよく考えると思うんですけども、1カードに2つのアクションが書いてるだけというシンプルなところなんだけど、簡単にカードが返ってこないおかげで、あ、連続で打てないわとかね、あのアクションのね、組み合わせもよくできてるんですよね。A 行って B 行きたいっていうルート結構あるんですけども、それがもう本当に1枚のカードの中にね、しょっちゅう集約されているので、あ、もうご飯食べるしかないな、みたいなことが起きるっていうところが、面白いんじゃないかなと思います。実際ね、細かいルールはね、結構いっぱいあったり、アイコンのね、処理とかたくさんあったりするので、マニュアルはしっかり読んでいただきたいというふうに思いますけども、
なかなか独特のですね、プレイ感っていうのをですね、楽しんでもらえばいいんじゃないかと思います。やっぱりね、この移動するっていうところの酸素が食うっていうね、まあアクションポイントアラースになってるんですけども、その次にさらに電気も食うっていうね、この2つのアクション制限っていうところはですね、まあ絡み合ったっていうところが面白く考えたな、なんていうふうに思いましたね。というわけで今回ですね、こちら、ルナマリストをご紹介いたしました、ザグミチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。